沖縄が誇るハードパンチャー中村に WPMF 世界プロムエタイ連盟日本6位の刺客が参戦。 KO の山を積み重ねてきた中村だが、今回の相手は今までとはわけが違う。本土のキック界の頂点を目指す中村にとって、ここでつまずくわけにはいかない。沖縄トップファイターの実力を証明できるのか。メインイベント3、まずはブルーコーナー前田正孝入場。レッドコーナー、レジェンドアンダー63キロチャンピオン中村ひろき。それぞれのスタイルを伝えるべく、たとえるタイトルを与える、ソフィスコリオン魂の叫び、ハチとチョーンズある MC。蜂のように刺す、ブンブンバー、蝶のように舞い、ふらりふら、蜂のように刺す、ブンブンバー。神羅万象、陰と陽、蜂と蝶の陽、対極なす対象、たるタイトル思い合わす、型や蜂、型や蝶の葉、蝶の葉、情報繰り出し、突き刺し、ガスフロー。光、きらり、きらびやかな物語、導く道、しるべ道のり、右、左、左、右、ゆらりふら、ゆらり、滑らかに流れるフロー。厳選され、宣言されたリミカル、意志ある、 B ことが B の中のテクニシャン、テクニカル、うまい、順位を飛び出す映像を燃料に変えてくれよう、なる形容詞成功に組み立てた検証の連打のごとく響く現代を全裸試合に先立ちまして、レッドコーナー中村選手に激励賞が届いております。中村選手にニャンゴ沖縄様、そしてペプシビバレッジ沖縄様より激励賞が贈られます。ただいまよりメインイベント3、キックボクシングスーパーライト級スーパーファイトを行います。ブルーコーナー、リキックス所属、WPMF 日本スーパーライト級6位、WPMF ジャパンスーパーライトウェイト6コンテンダー、前田正孝。レッドコーナー、石雲会所属、レジェンドアンダー63キロ王者、レジェンドアンダー63
チャンピオン中村ひろき。レフェリー福島、ジャッジ奥西、矢吹天眼。今週はキックボクシングルール、3分3ラウンド、エクストラウンドを1ラウンド行います。ラウンド1、それでは見事勝利収めました中村選手にインタビューをいただきたいと思います。マニツバチ、進化し続ける言葉が生み出す独学、ノリズムの階段を階段世界タックスに託エッジ高く別なるスタイルのライン。おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください。やっちゃいましたね。すいませんね。たくさんの応援の方々がいらっしゃっているので、それは紙テープが舞うことで証明されたようですが、皆様に何か一言いただけますか。そうですね、本当に皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。超テンション上がりました。ありがとうございます。ごめんなさい、じゃあ一言って言ってちょっと長いかもしれないですけど、沖縄のキックって社長全然内地で通用するんですよ。だけどあんまり内地に行く機会がないってことで、自分も、内地で試合はしてたんですけれども、ちょっと沖縄でも盛り上げたいなと思って、もう年に2回ぐらい沖縄でちょっと試合しようかなってもう決めたんで、少しでも沖縄のキック界に貢献できたらいいなと思いますんで、試合見に来てください。そしたら、ね、もっともっと沖縄のキックも盛り上がると思うし、ね、もう自分はもっと広いところに、世界にもっと羽ばたきたいんで、応援してくれる人がみんないてくれたら、もっと自分も頑張れると思うんで、ごめん、ちょっと締まりがなくなってきたんだけど。
ごめん、どうすればいい一応、ごめんなさい、一応ね、頑張りますんで、応援してください。よろしくお願いします。俺、何もできないからちょっとやめてもらって。一応、みんな、チケット買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にそれだけでも、サポートしてもらってるっていう、それが気持ちに伝わるんで、もうそれだけで嬉しかったです。一応前田選手強かった、最初のミドルビビりました本当にもうだけど、右フック、クロスカウンターはあれは多分まぐれですね。びっくりしました。自分も動き硬かったんで。でも前田選手にも本当にありがとうございましたと伝えたいです。ありがとうございましたもういい、ごめんなさい。じゃあ長いよね。あ、すみません。すみません。じゃあ、またよろしくお願いします。ありがとうございます。ぜひ来てください。終わりの試合。沖縄誇るレジェンドチャンピオン、中村博選手にもう一度大きな拍手を送ってください。ブンブン、春夜晩、ショー、ウントヨー、八戸町のヨー、対局なスパイ、ショータのタイトル、思い、オーアス。